はい、ということで前回のまた続きです、前回は瞬間の速さのお話をして終わったと思うんですが、ちょっとあの予告と違ってちょっとだけ注意を言い忘れたのでちょっと言っておきたいことがあります。この瞬間の速さについてなんですが、このグラフがとんがっている時にはこの瞬間の速さ V というのは定義できないということに注意してください。前回書いたこの X と T のグラフでこのここでカクンってグラフがこうなっている時のこのちょうどこの時刻における V っていうのはこれは定義できませんというか存在しません。どういうことかというと前回の定義に従って接線を引いて V を求めようとしてもこういう接線も引けるし、こういう接線も引けるし、いくらでも接線が無限に引けてしまうので、これは一つに定まらないです。こういう特殊な場合は。なので、こういう時には V は存在しない。で、そうなんですが、これは数学的な見方で、実際物理的にどうなっているかを考えてみると、もっと理由がはっきりして、こう、この図みたいに僕が、歩いてて、突然こうバッて走り出した時に、その走り出したこの点で速さを定義しろって言われても、それまで歩いてて、突然速さが変わってるので、その速さが変わった瞬間の速さっていうのは誰にもわかりません。それは数学的に決まらないんです。ということで V は定義できないということで、もっと数学的な用語を使うとこれは、下の方になってしまって申し訳ないんですが、こういう数学的に決まらないものを不定と言います。なのでこのグラフがとんがっているところでは V は不定であると言います。これが、前回の瞬間の速さに関しての注意です。で、その話を踏まえまして今度は速度という概念のお話に入ろうと思います。速度というのは物体の、まずあれですよ。物体の運動には向きがありますね。例えば、この物体はこっち方向に1メーターパーセカンドで走っている。で、こいつはこういう方向にこう動いているとか、必ず物体の運動には速さだけじゃなくて向きがあります。で、前回定義した速さの情報に、さらに動いている向きの情報をプラスしたもの。その二つの情報を合わせたものを速度というふうに物理では言います。一般には速さと速度っていうのは一般用語ではなんか同じようなものだと思われているかもしれませんが、物理でそういう用語を使う場合ははっきり区別されています。なので注意してください。で、まあ何度も同じことを言うようですが、今、説明した速度というのは、従って、ただの数ではありません。その言い方について、ちゃんと言っておくと、例えば A という物体があったときに、A の速さは1メーターパーセカンドだ。っていう言い方は正しい言い方です。しかし、A の速度は1メーターパーセカンドだっていう言葉は、日本語としておかしい言葉なんです。なぜかというと、速度というのは、向きの情報が入ってなきゃいけないから。なので、正しい方は、A の速度はって言ったら、例えば、ある決めた X 軸方向に向かって1メーターパーセカンドだ。こういう風な言い方が正しい言い方です。で、こういう風に、今、速さという数値と、さらに向きの情報を加えたものを定義しましたが、こういう風に、大きさというか、その量自体の数値ですね。の情報と、今みたいに向きの情報。というのを、二つの情報を持っている概念。でも、数学では、ベクトルと言います。ベクトルとか、そういう量のことをベクトル量というふうに言うので、つまり、この速度というのは、数学的にはベクトル量の一種なわけです。はい。で、その、今、速度は X 軸方向に1メーターパーセカンドとか、こう、長い書き方をしましたが、数学的にもっと簡単にこう表す方法がありまして、それは今度、ベクトルという、ベクトルについて説明する
説があるので、そこで詳しくやります。で、それに対しまして、今、向きの情報を数値に加えて持っているものをベクトルと言いましたが、それに対して、ただの速さとか位置とか、その数値だけを持っているもの、つまり、皆さんが普通に知っている、普通の数ですね。普通の数は、ベクトルに対して使い分けるときに、どういうかというと、スカラー量と言います。はい、ベクトルと対比してスカラーということで、なので今までの学習してきた量についてまとめると、前回説明した速さはこの言い方でいくとスカラー、あるいは単にスカラーで、それに対して今たった今説明しました速度の概念はスカラーではなくベクトルというふうに専門用語を使って言うことができます。こういう言葉の用法を、覚えるようにしてください。ということで、速さと速度の単元はちょっと長かったですが、これでおしまいです。次回は加速度の話に行こうと思います。ということで、ありがとうございました。